はい、肩のメニュー、最後のメニューになっていきます。最後はエキセントリックに負荷をかけていきます。またこのプッシュアップのポジションですよね。四つん這いのポジションで、またシングルのポジションを取ってもらって、もう、お見せした方がいいですよね。はい、じゃあ、足を上げて、さっきの形と一緒です。で、肩か外転90度。で、肘屈曲90度で、肩甲骨をしっかり内転して固定する。胸椎胸郭はしっかり伸展させておくっていうこと。もう見せちゃいましょう。お願いします。あとはこのボールをキャッチします。20回ぐらい。なので、ちょっとボール見せてもらっていいですか。はい、ありがとうございます。まあ、このダンベルですね。うちでよくピッチャーのトレーニングの時によく使ってます。まあ、ダンベルをですね、こう切っちゃったんですけどね、こうにして、こういう丸い球体を使ってもいいですし、まあ、こういうのだと1キロぐらいの重さがかかってきてます。いろんなものを使っても構いません。もちろんこういう重さがなくてもですね、さっきみたいな空気の入ったボールを使っても構いません。野球のボールでもいいです。ただ、発展系、どんどん斬新的に負荷を上げていかないとダメですから、もしもあるんでしたら、どんどん重いものを使ってください。で、ポイントは、どれぐらいの重さかって言ったら、肩甲骨が固定されないで、グワングワン動いちゃったら、これも全然意味ないですから、肩甲骨の固定、体幹の固定が動かないで、上腕骨だけがしっかり動いてくるもの、これぐらいの重さを選ぶようにしてやってみてください。お願いします。